ということでですね、改めてご紹介したいと思います。ですね、ヒートガイ J でご一緒させていただいております大助アローラ役の松風雅也さんと、どうも。はい、そして J 役の菅生孝之さんです。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。ニョキスク、ニョキスクですよ。ニョキスク、菅生さん。何ですか、菅生さん、何か言ってますよ。菅生さん、ニョキスク、はい、ニョキスク。嬉しそうだな。今回ですね、二方が初のゲストなんです。お、はい、やりました、めでたい。どうもありがとうございます。本当に菅生さんも、いえいえ、なんか菅生さんラジオトークがトークラジオに出演するのは初めてだって聞きましたが。初めてです。もしかして緊張とかしてます。すごい、でも貴重ですよね。そうですよ、これかなり貴重ですよ。ああ、もっとどんどんほら、菅生さんの良さ引き出してくださいよ。そうですよね、部屋主。え、はい、わ、うん、かりました。菅生さんは、でも私から見る菅生さんはクールというよりはお茶目さんのイメージがすごい強いんです。あらあら、お茶目、はい、あそこら辺が当たってますね。あ、当たってるんですか。当たってるんだ。どんなとこ、うん、お茶目などんなとこ見ました。なんか台本の修正してる時に J のセリフがカットされたりとかすると、うん、おー、元カットされちゃった。そうね、大体ね、J っていうのはね、はい、セリフが少ないでしょ。そうですね、無口なんですよね。はい、無口ですよね。その上にまた、ね、カットする人がいるんですよ。はい、うん、する人いる。はい、いますよね。この間なんかね、はい、5つしかないのにね、1つカットしたんですよ。はい、あ、そうですよね、私も最初の頃そうでした。びっくりしました。出た出た、これヒートね、この2人ね、セリフ少ない2人なんですよ。ね、これね、セリフ数一桁ですよね、私たちはね。僕らは完全勝負だもんね。そうですよね。J と違うところはどうですかね。菅生さん自身はどういう自覚をあれですか、うん、なさってますか。だって J ってのはあれでしょ、やっぱりこう理想的な中年の渋いね、はい、男性像ですから、ね、はい、それはなかなか難しいですよ。それをやり続けるのはお家で。お家で、そうですよね。じゃあお家では菅生さん、はい、どんなお父さんなんだろう。お家に帰るとどんな感じになるの。はい、ただ早口ですよ。え、早口なんですか。嘘だよ。なんだ、すごい想像つかないと思ったよ。どんな早口だろうと思って。早口はでも J は得意ですよね、早口。早口言葉ね、得意ですよね。そうです、はい、ですね、その早口が聞けるラジオドラマっていうのが、ラジオドラマ、あ、ラジオドラマじゃない、ドラマ CD が、この野郎。コメディーになってたじゃないですか。そうですね、中身が本編とはちょっと違う雰囲気になっているんですけれども、そうそうそう、一部分を流してしまおうと。すごい、はい、それでですね、何が聞けるかと言いますとですね、うん、どれが聞けるの、結構あれですもんね、はい、いろんなのを曲数っていうかね、はい、2日しまで撮ったんだもんね。そうなんですよ ね、 すね、いろんなトラックがあるんですが、やっぱこれを聞かないと始まらないだろうということでですね、 J のダジャレ集を聞いていただきたいと、はい、思いますので、早速どうぞ。止まっちゃったよ、ヤニスさん。ごめんなさい、実はもうちょっとお話を聞きたかったなと思うんですが。え、もう終わり。そうなんです、時間がね、うん、松風さんが喋りすぎちゃって。俺か。はい、じゃあ最後にさ、一番 NG が多かったのは千葉さんだっていうことで。なんでですか。これだけは俺は納得いかない。どうして、なんで聞かないのこれ。え、だって絶対そうやって答えるかな。そうだ、一番多かったのは千葉さんですよね。 NG 一番多かったのは誰だと思いますか。ドラマ CD で、はい、あ、CD で、はい、千葉ちゃんですよね。そんなことないよ。なんかそこに音響感みたいな、ね、絶対に千葉ちゃんですよね。わーげうて言うの。だって本当にそうだ。おかしいよ。千葉ちゃんのテイクは何回もこう返してる。そんなことないですよ。違う、そうだっけじゃないですよ、すごいさん。もうないよね。うん、ないですよね。ほら、松風さんですよ。俺出してないよ。あ、出したかな。出してないけど。でも千葉ちゃん。あ、でもそれだけはね、ごめんね、それだけ言いたかった。なんでですか、もうひどいな。まあこんなね、3人でやってるんですけれども、アフレコ現場も本当こんな感じなんですよね、実は。あ、そう。はい、ちょっとそのことだけ言いたかった。それこそ私は私は伝えたかったです。なるほど。はい、どうでしたでしょうか、千葉紗友子のお家に帰ろう。はい、肉を帰りたくない。あ、帰りたくないですか。じゃあ泊まってってください。お前帰れ一人。いやいや、そりゃ僕だってあの雰囲気を察知して綺麗に消えますよ。よろしくお願いします。はい、そして松風さんはどうだったですか。はいはい、あ、もう最高でした、ね。あ、ありがとうございます。来てよかったです。あ、よかったです。はい、はい、ありがとうございます。本当にお二人今日はなんかお忙しいところどうもありがとうございました。またぜひ
遊びに来てもらいたいのでよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。松風雅也さんと須郷隆之さんでした。ありがとうございました。すいません、本当すいませんでした。本当すいませんでした。いろいろ本当に失礼なね、いくら待ってからすいませんでした。いつも通り振り込みますんで、はい、失礼します。失礼します。これ使ってください。